ディエルです。今日はですね、上星川駅に来ました。ラーメン鈴木屋さん、やはり本木屋系の味ということで期待しております。ラーメン食べたら、浜下で、阪神の試合を見に行きたいと思います。では行ってみましょう。 GO！ はい、作り方お好みございますか？片恋多めで、鶏玉ライス片恋を。チャックトーン。いただき食べさせていただきました。めっちゃ美味しかったですね。はい、あの期待通りの美味しさでした。で、今日はですね、あのホールを固め濃いめ多めで行っています。はい、するとですね、あのかなりパンチの効いた一杯になってました。前回はですね、全部普通で行ったんですけれども、返しと出汁のと油のバランスが本当絶妙だったんですけれども、まあ、今回ですね、固め濃いめ多めでさせてもらってですね、もうこう鈴木屋さんがかなりこう暴力的に感じました。なのでこういつもやはり本木系ってかなり優しいスープという印象があるんですけれども、それでもこうパンチの効いた一杯、濃い一杯を食べたいっていう方はやはり固め濃いめ多めがおすすめなのかなと思います。で、なんといってもやっぱりチー油がかなりこう質がいいんだなっていうのをすごい感じですね。あのチー油が天、もう天下一品だなと思いました。もう本当に美味しい。で、やはり豚骨の感じがやはり強く出てるスープと、でそこに濃いめにしたんで、返しの濃さもかなりコクのあるスープにがさらにコクがむちゃくちゃ増した感じで、もうこれはすごいうまいなと、最高の一杯でした。でやはりその麺もみんな大好き堺製麺でかなり短いですし、加水率も低めだ。やっぱりこの堺製麺はすごいなと思いましたね。で、海苔もですね、増したんですけど、本当に香りのいい海苔でむちゃくちゃうまくて、で、チャーシューはですね、こう肩のチャーシュー、肩ロースかなと思うんですけど、どっちかというとこう、何ですかね、塩味はちょっと強めの、今日はそういう感じをしたんですけれども、ライスが進むように美味しいチャーシューでしたし、でライスにはたくあんがついてくるということで、これは定番ですけどね、本当に最高の一杯でした。前ちょっと前にですね、あけぼの頂点
行ったんですけど、やはりもうなんていうんですか、同じ味といいますか、他店舗で経営されていてもやはり本当に同じ味を提供 されてるんだなっていうのも感じました。この鈴木屋本店さんのメニューは本当にもう潔いといいますか、すぐ覚えられてしまうぐらいメニューは少ないんですけれども、もう本当にラーメンにかける思いっていうのを感じました。もうごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さんもぜひ行ってらっしゃい。